ひばりの子、岡本かの子。今年8つの一郎さんと6つの妙子さんと、気立ての優しいばあやが一人でお守りをしておりました。そのばあやがある日のこと、お里へ参りましたとき、かわいいかわいいひばりの子を一つ、たもとの中へ入れて帰りました。それを見ると一郎さんが、おや？と言って、ばあやのそばへ駆け寄りました。あら！と、妙子さんも駆け寄って覗き込みました。ばあやはあまり二人の声が大変なので、後ずさりをしながらニコニコして、まあまあ、そんなにお騒ぎになってはいけません。これはね、ばあやが今日、西田んぼの細道を通ると、どこやらで父、父とかわいい声がしますから、振り返ってみますと、すぐ道端の積みわらの陰に、こんな小さなひばりの子が一つ寂しそうにうずくまって泣いておりました。あんまり寂しそうでしたし、こんなにかわいいでしょう。ですから、ばあやも急に欲しくなって、そっと抱いてきてしまったのですよ。ですが、まだ生まれたばかりの赤ちゃんですから、あんまりお騒ぎになるとびっくりいたしますよ。と申しました。小ひばりはまた、急に見知らぬお座敷へ連れてこられましたので、おどおどして、ちいちゃい茶色の体をばあやのたもとの中へ中へと潜らせようとして焦るのでした。その様子がまた何とも言えないほど可愛らしいので、一郎さんが、僕、それをね、あのかごへ入れて育てようやと、お遊び場の方へ走らせていきました。そうかと思うと、妙子さんも、私もあの袋を持ってくるわ。と、後から続いてまいりました。やがて一郎さんは去年の夏、キリギリスを飼った空かごを持って、妙子さんは汽車子の入っていたちいちゃな糸網を下げて、飛ぶようにして戻ってまいりました。そして、さあ、ばあやと、両方から一時にお手手が出てしまいました。ばあやははたと困ってしまいました。たった一つしかない小ひばりをどちらへ渡してよいものやらわからなくなったからです。ばあやはまごまごしておりますと、さあ、僕にと、一郎さんが急ぎますし、あたしによと、妙子さんが迫ります。早く、さあと、一郎さんが詰め寄ると、ようあたしにと、妙子さんが手を出します。僕に送れあたしにちょうだい嫌だ嫌よとうとう二人は言い争って、一度にどっと泣き出してしまいました。泣き出しながらも、なお一生懸命に、たった一つのひばりの子を争い合うのをやめません。日頃仲の良い兄弟が、このありさまですから、ばあやはますます慌ててしまいました。その時、ちょうどそこへお母様がお見えになりました。ばあやは大助かりの思いで、お母様にこの訳を申し上げました。お母様は、お母様が不意においでになったので、びっくりして、ばったり泣き止んで、ぼんやりとしている二人をしばらく見比べていらっしゃいましたが、やがてばあやのたもとの中を覗き込んで、しきりに小ひばりをお眺めになりました。小ひばりはすっかりあたりが静かになったのに安心してか、ごま粒のような目をパチパチやりながら、頭を左右に振るのでした。おうおう、おうと、それをおいたわりになってから、お母様は、だがね、これはまだ親のひばりのお乳を欲しがっている赤ちゃんひばりですよ。誰のお手手でも育ちはしないのですよ。とおっしゃいました。ばあやもまた、さようでございますね。ですから、これは元のところへお気に入ってやりましょう。と申しますと、そうですとも、それがよい、それがよい。ね、一郎さん、妙子さん。と、お母様は優しく優しくお諭しになりました。一郎さんも妙子さんも欲しい欲しいと思い詰めていた心が急に溶けてしまいました。うん、返してこようと、一郎さんが機嫌よく言いますと、妙子さんも、それがいいわねと、はっきり申しました。それから間もなくでした。すみれやタンポポが咲き乱れて、お日様の光がのどかに照り渡った西田んぼのあぜ道に、小ひばりを抱いたばあやの後から、むつましく声をそろえて、唱歌を歌いながら行く、一郎さんと妙子さんの姿が見えました。あくる朝、二人がふっと目を覚ましますと、枕元に一郎さんの方のには真っ白な大きなゴムまりが、妙子さんの方にはそれより少し小さくて、絹の色糸でかがったきれいなきれいなまりが一つずつ置かれてありました。二人は驚いて目をパチパチしておりますと、ばあやが参りまして、このまりはね、よく小ひばりをお返しくださいましたと言って、親のひばりがお二人に置いてまいったのですよ。と言って笑っておりましたが、やがてまた、本当はね、お母様が小ひばりの代わりにと言って、昨日お二人ともお聞き分けが良かったので、ご褒美にくださいましたのでございますよ。あとでお礼をおっしゃりあそばせ。と申しました。